大原光則は、日本の政治学者。中央大学名誉教授。福島県藍津若松市出身。1948年水戸高等学校卒業。1953年中央大学法学部卒業。1955年度、大学院法学研究科政治学専攻修士課程。1956年明治大学大学院、政治経済。 研究家政治学専攻博士課程中隊。1956年中央大学法学部助手。1960年度法学部助教授。1967年度法学部教授。中央大学では政治学言論、政治家庭論、地域政治の講義を担当していた。1982年中央大学学生部長。 1983年中央大学にて、法学博士塾。1991年東京都知事選挙に日本社会党推薦で出馬。横山刑事篠原はじめ、吉武テルコらの推薦を受けたが落選。出馬表明が遅れたためか、日本共産党推薦の旗田茂雄にも負ける惨敗だった。落選後は体調を崩し気味になり、 1992年7月23日に、中央大学在職中に死去した、同名誉教授。このほか、埼玉県都市計画地方審議会委員や、東京都行財政改善委員会委員なども務めた。以上につき、小,小原光則先生略歴、主要著作目録、法学新法100巻11イコール12号、1994年。 読売新聞1991年3月17日、長官26面掲載の略歴、大正15年5月1日、福島県塩川町生まれ、中央大法学部を卒業後、明治大大学院博士課程を中退。昭和31年に、中央大助手となり、以後、同大の助教授、教授を歴任。地方自治、都市政治学の専門家で、 人や埼玉県の審議会委員も務めた。以上につき、小原光則先生略歴、主要著作目録、法学新法100巻11イコール12号、1994年。ありがとうございます。